どこが道だろう。びくともしないんだ。藁でできたような大きな腕でギューッと締め付けられて、そのまま気が遠くなった。そしてふと気がつくと朝になっていました。周りにはそんなものが出たと思えるような跡は何も残っていません。でもこれは3年前に私が美濃に出向いた折、迷い込んだ山の中で本当に出会った土ころびという化け物です。あの時のザーザーという不気味な音は今もこの耳にこびりついて離れません。大家さん、早く明かりを。じゃあみんな順番に付き物落としのおまじないだ。これは百物語の催しである。一つの話が済むごとにろうそくを一本ずつ消してゆき、最後の明かりが消えると妖怪が現れるという古い言い伝えがあって、催しの終わりには必ず付き物落としのおまじないをするのが習わしだった。
本町の田島屋さんの番頭さんでしょ。はあ、何をするつもりだ。おめえさんかい、宮丸の五兵衛ってな。そうだ。だったら早いとこここ立ち退く支度にかかった方がいいぜ。立ち退く？どうして？ここはとっくに田島屋さんの土地になってるんだ。なんだって。田島屋の旦那はな、この薄汚い社をぶっ壊して岡場所になさるんだ。そんなことは私は聞いちゃいないよ。じゃあおめえに話す必要がねえからだろ。番頭さん、どんな戦いになってるか知らんが、そんな勝手な真似は許さんよ。このお社はな、町内の社だ。それに仮にもお社だ。自社奉行のお許しがなけりゃ、殻一枚だってとっかりわけができねえんだよ。言われなくても分かっている。ちゃんとお許しは受けてるんだ。嘘だ。何してんだ。早く帰ってみろ。やめろ、やめろ、帰れ。よし、無理しないで。邪魔するんじゃねえ。おじさん。わしが田島屋さんに会う。お前さんが旦那に会ってどうするつもりだね。思い上がっちゃいけないよ。お前はね、この町内に雇われてここに住まわしてもらってる宮守だよ。それは分かってる。だがこんなところに岡場所を作られた、それこそ近所迷惑だよ。心配しなくてもいい。あの長屋もずっと取っ払うことになってる。長屋も？そんな無茶な。いや、あの長屋はジンベエさんの持ち家じゃないか。そのジンベエさんがうんと言いや文句はないだろう。そんなことお父っつぁんが承知するはずありません。お父っつぁんに帰って聞いてごらん。いたしませんで。なかなかにぎやかじゃな。はい、おかげさまで本年は十番船まで荷を引くことができましたので。繁盛で何よりじゃ。田島屋殿、そなたの出されたご支配地払い下げの件は本決まりになりましたぞ。さようでございましたか。そうなると見越しまして、ぼちぼち手をつけております。手回しのいい男だ。田島屋、うまいところに目をつけたな。その方の調べた社はすべて祭神すら不明の社ばかりじゃ。はい、だがまだまだこんなところにと思う場所に小さな祠一つで空き地同様のところがございます。土一生
金一生と言われている江戸の地だ。場所によっては莫大な儲けとなるな。これはどうも。必ずお殿様にも。楽しみにしているぞ。新吉。もういいよ。どうもいつまでも子供のようで。新吉、出てきなさい。またかくれんぼが。お利口呼んでこい。はい。新吉、出てこい。お父さん、教えちゃダメだよ。これ、お奉行様だ。ご挨拶をしろ。いらっしゃいませ。新吉でございます。余は無前じゃ。うん？無前か。お父さん、これお奉行様じゃないよ。無前だ。バラ！どうして目を離すんだ。早くあっちへ連れてきなさい。はい。あれ、新吉。ん？いらっしゃい。無前だ。申し訳ございません。ねえ、おやさん、まさかあの田島屋の番頭の言ったこと本当じゃないでしょ。当たり前だ。いくら田島屋だって他人の土地まで勝手な真似ができるわけねえ。そうだ。ねえ、おやさん。すまない。それじゃ田島屋とそんな約束したんですか。いや、そうじゃないが、どうにもならなかったんだ。どうにもならないってどういうわけなんです。脅しに乗るような大家さんじゃねえはずだ。実はな、田島屋に30両の借りがあるんだ。30両の。死んだ女房が長野わつらいで寝込んでいるのを知って、オランダ渡りのいい薬があるからと勧めてくれた。その代金が積もり積もって30両。今にして思えば企みあっての親切だったんだが、その抵当に長屋が入っているんだ。その30両を今返せと迫られているんだが、今まででも利息を払ってきたのが精一杯で。それであんな大きな口を叩きやがったんだな。ちくしょう。どこまで悪どいやつなんだ。ちくしょう。まあ、もう一度私から猶予を頼んでみるから、ことを荒立てないでおくれ。お父っつぁん。どうしたんだい。ご栄さんが。ご栄さん。どこへ行くつもりだ。どこへって、田島屋に決まってる。やめた方がいい。お前が行ったって尻尾をつかませる田島屋ではない。だって人間一人死んだんだぜ。田島屋ならどうにでも言いくるめる。あんた一体どっち方なの。俺はただこれ以上犠牲を出したくないから言ってるんだ。やめとけ。妙な野郎だな、あいつ。本席寺社奉行堀田豊前の神様をはじめ、ご城内のお歴々にもお集まり願いましたのは、日頃から格別のお引き立てをいただいております皆様に心ばかりの御礼と、さらには一層のお力添えをいただきたい存念で、つきましてはただの宴席ではと存じまして、変わった趣向を用意いたしました。
田島屋、何が始まるのだ。百物語でございます。おお、それは面白そうだな。じゃあ師匠。はい、まず最初に申し上げておきますが、物語が一つ済むごとにお手元のろうそくを一つずつ消していただきます。最後に残りますのが私の後ろのこれ。さて最初のお話は利根川べりにございます中山道栗橋の宿、大層繁盛をした宿場でございます。今宵のこのような宴席で起こりましたお話でございます。頃もちょうど春、時刻も今宵同様に犬の刻、時を告げます鐘の音がゴーンと。番所へ届けたんだが、田島屋の手が回っているのか、お役人が一向に取り上げてはくれ。畜生、五兵衛さんには気の毒だがどうしようもない。お父っつぁん、長屋も取り壊されてしまうの。いや、それだけはな、このわしが命に代えても頼んでみる。ずっと身の毛が総毛立ちました。そこにはよほど苦しんで死んだと見えまして、歯を食いしばり土毛色になった男の首、そっと明かりを差し出してみると、周りに散らばっている手と足、そしてその手には必死の抵抗をしたものと見えまして、抜き身の刃が固く握りしめられておりました。これが妖怪どもに食い殺された男の最後の姿なのでございます。では本席最後のお話を申し上げます。これはご当地江戸のお話でございまして、場所は本庄。ある夏の蒸し暑い宵のことでした。食わない子に一雨来るかな。なんだろう、とにかく獲物なしじゃ帰れん。さそこで釣りをしてはならん。やめなされ。なぜだ。ここは昔から殺生禁断の池じゃ。魚を取れば恐ろしいたたりがある。バカな、たたりなどあってたまるか。いや、ある。本当にたたりはあるのじゃ。悪いことは申さぬ。お帰りなされ。面白い。それがまことならたたられてみるのも一興というもんだなあ。さよ。どんなたたりかたたられてみたいもんだ。お前さん方はたたりの恐ろしさを知らんと見えるの。うるさい。とっとと消え失せろ。魚が寄りつかん。
向に食わんな。あのクソ坊主め、せっかくの気分を壊しよって。貴様はまだいたのか。行かねば切るぞ。いいな、何の手応えもなかったのに。藻にでも引っかかって切れたんだろう。あ、食ってる。切ったぞ。大きいぞ、気をつけろ。吹いた。もっと引き寄せろ、逃がすな。飲み直すか。いか、降ってくるぞ。おい、早くしろよ。おい、デーデー。おい、バカなこと言うな。せっかく釣り上げたいものをなぜ置いていくんだ。俺は何にも言わんぞ。そうか。おい、デーデー。俺ではない。ではなんだ、今の声は。おい、池の中からだ。まさか、さっきのクソ坊主がどっかに隠れて脅してやるんだ。帰ろう。なさいまし。おい、こいつを料理してくれ。はい、あ、それから先に酒にしてくれ。酒だ。それにしても、なんだろう、さっきの声。坊主のいたずらとは思えん。まだ気にしてるのか、貴様。おい、声はまだか。ただいま。あなた、この声、どこで釣ってきたのです。なぜだ。声の血が、洗っても洗っても落ちないんですか。バカな、よく洗ってみろ。よし、俺が一つ。気にするな。せっかくの料理がまずくなる。おい、酒だ。俺がもらってくる。まだ落ちませんか。なかなか。酒をもらいます。どうぞ。
何か。いえ。どうした。よ。よ。おい、起きろ。なんだこれぐらいの酒で、弱いやつだな。おい、酒はまだか。はい。ただいま。我妖怪。つかぬことを伺いますが、昨日この辺りで釣りをしていた二人連れをお見かけにならなかったでしょうか。二人連れ、ご浪人か。はい、ご存知で。一人は私の主人でございますが、今朝になっても帰りませんので。お気の毒に。たらしい。たたりを無視したばっかりに、二人の浪人は新たな命を落としてしまったのでございます。おい、明かりだ、明かり。これをもちまして、百物語は終わりでございます。では月物落としのおまじないのお支度をどうぞ。おまじないをしないと妖怪が出るなんていうのは、下々の者が言う迷信だよ。と申しますと。まじないなんかしなくたっていいんだ。それはいけません。言い伝えというものはそれだけの言われがあって、昔から伝えられてきたもので、おろそかにはできません。どうぞおまじないはなさってくださいまし。いいって言ったらいいんだよ。でもそれは。私は私なりの月物落としをするつもりなんだ。ご苦労だったね。まあ、ゆっくり飲んどってくれ。おい。はい。では師匠どうぞ。田島屋。え、なんだこれは。ただいま申しました、私なりの月物落としのおまじないでございます。そんなもん見んのおよし。あ、
お母さん、これ母さんのお化けかい？そうだよ。お化け。え？一つ足りない？そんなことはないよ。でも確かにお一人分が。おかしいな。とにかくすぐお作りなさい。親方、一つ調べてみてくんないか。全部行き渡りましたようで。では一言、お膝元の者は世の中にこれに勝るお守りはございません。今宵の百物語の月物落としのおまじないとしてどうかお納めおきくださいまし。なるほど、月物落としのまじないにか。田島屋らしいわ。今宵はこれにてお開きといたします。楽しかったぞ。では皆様ご自由にお引き取りくださいまし。何者だお前は。何の目的でこの席に潜り込んだ。金かな。百物語とは考えたな。欲に取りつかれた化け物どもの集まりにはもってこいの催し物だ。いえもん、何事も己の思う通りになると思うと間違うぞ。よして。どうした。残念ながら何か目的があって潜り込んだに違いない。申し訳ございません。万が一大目付差し回しの密偵だったらどうする。申し訳ありませんではすまんぞ。出入りは厳重に警戒しておいたのでございますが。旦那様、あれは確か甚兵衛の長屋で見かけた浪人に間違いございません。浪人？よし、必ずひっ捕らえてやる。ねえあなた、私気になって。何が？おまじないをしなかったことでございますよ。バカバカしい。妖怪なんてものはこの世にあるはずがない。置いてけ。置いてけ。置いてけ。新吉。ムカ旦那。どうぞ。置いていけ。田島屋の懐に入る金は相当なもんだろうね。そうだよ。今夜月物落としとしゃれて私たちに出した金だけでも
7、800両と睨んだ。よほどの儲けがなければこんな金を出すわけがない。おいで。今の声はマジな色しなかったので。まさか。しかし3人とも確かに聞いたんですよ。うん。なんだ、つむじ風に巻き上げられただけだよ。早く帰りましょう。おいで行け。おいでけ。待てないね。こっちにも都合があるんだ。約束通り長屋は引き取らせてもらうよ。無理は承知でお願いに上がったんでございます。長屋を取り壊されましたら店子たちは行くところがなく暮らしも立たなくなります。私の知ったこっちゃないよ。甚兵衛さん、私がもし長屋には手をつけないと言ったらあんたどうする？それはどんなことでも。悪い話じゃないと思うんだがね。娘さん残ったよ。お聞くの？私の娘として寺社奉行の堀田様のところにご奉公に上がってもらいたいんだよ。まあお前さんの一存というわけにもいくまい。娘さんとも相談して今日夕方までに返事を持ってきてくれ。でも娘が。田島屋の娘分なら稲屋を言うはずはないさ。出たんだよ。お化けが。
本当なんだよ。なんだ。この子がね、お化けが出たんですって。バカな。本当？本当なんだよ。化け物だ。こんなバカなことをして。本当に出たんだよ。傘のお化けが赤い舌で俺のほっぺたをペロッと。いい加減にしないか。すぐに襖を取り替えさせろ。壁も塗り直す。はい。本当なんだよ。いや先夜はあれからずっと貴様を張っていた。おお、それはどうも。屋敷まで同道してもらおう。困りましたな。私は七夜に用があるんですが。ほざくな。力づくでも同道する。おいおい、うん、手に余ればきつすろ。どこだ。あの人この二三日帰ってませんよ。どこだと聞いてあるんだ。あの五回目のうちです。おいこっちだ。素早いやつだ。あいつが帰ったら必ず賠償に届け出るんだ。いいか。隠し出しするとためにならんぞ。なんだあいつら。堀田の家来たちだよ。この前安太郎さんに痛い目にあったんだ。へえ。あら、あ、すまんな、黙って入り込んで。帰ったかい連中は。ええ。どうしてたのさ、あれから三日も。みんなに迷惑がかかるといかんと思ってな。あんたは一体何者なの？うん？ただの浪人さ。そうしとくよ。でもね、堀田の家来ばかりじゃない。田島屋も手を回して血眼になって探してるから、当分は近づかない方がいいよ。うん。今日は渡したいもんがある。これだ。どうしたのさ、これ。三十両ある。元はあの晩田島屋から出た金だ。甚兵衛さんに渡しておいてくれ。じゃあこれで。そうだ、田島屋の借金を払うんだ。でもなんだか妙だね。構うもんか。金に印はない。甚兵衛さんには天から降ってきたとでも言っておいてくれ。じゃあまた。安太郎さん、気をつけておくれ。これで証文を返していただきたいのですが。番頭さん、一本つけてやってくれ。はい。いえ、あの、私ならもう。田島屋のしきたりだよ。まあ、一杯やってってくれ。田島屋のやつ、びっくりしてるよ、きっと。
返せるはずはないと高をくくっていただろうからね。おせんさんのおかげです。何も私が礼をやることはないよ。それにしても遅いな。もう帰ってきてもいい頃だ。二人で迎えに行ったら。迎えなら俺一人でいいや。そんなことはないよね、お菊ちゃん。こっちも待ってるんだよ。何しろ今日が約束の日限だからね。その金返しに来たはずだ。金？何か途中で間違えても起きたんじゃないのかい。こっちさ、すっばかな。とにかく引っ返してみようよ。おかしいな。俺が告げてやるよ。どう考えても立ち前の仕業に違えねえ。だがな、竹地、五兵衛さんの時だってそうだ。目の前でやったことでさえもみ消しちまうやつだ。どうともならねえよ、畜生。こんなことになるならあのお金、おせんさん言わないで。お父っつぁんを助けようと思ってしてくれたことなんだから。田島屋のやつ、今度はきっと長屋を潰しにかかるよ。そんなことさせたのか。当たり前よ、おいらだってな、だ黙って見ちゃいねえぞ。大吉さん、私これ以上皆さんにご迷惑は。お菊ちゃん、お前さん、まさかあの田島屋の言いなりになる気じゃないだろうね。はい、ごめんよ。今はご覧の通りですので、話は聞いたよ。いや、甚兵衛さんも気の毒なことをしたね。しかしまあ、約束は約束だ。今日からでも裏のお社と一緒にこの長屋を取っ払いたいんだ。今日から。あ、この有様が見えねえのかよ。艶が済んだばっかりだぜ。私は使いだよ。旦那のことづきを言いに来ただけだ。じゃあどうしても今日からぶち壊すってのか。仕方がないね。よし、そっちがそうならこっちだって覚悟ができてるんだ。ん？お前さんたち一体どうするつもりなんだ。おお、明野、おめえそんな無理が通ると思ってんのか。それはこっちの言い草だ。こっちには証文が入ってるんだ。旦那のお情けで今日まで待ってやったんだ。たんは
やめて番頭さん、私田島屋さんに会います。何言うんだお菊ちゃん。いいえ、もうこれ以上間違いを起こしたくないの。私覚悟したんです。バカなこと言っちゃいけ。田吉さんの気持ちは嬉しいけどどうにもならないね。お願い許して。田吉、まだキャッツの居所が知れんと。申し訳ございません。あれ以来長屋にも寄りつきませんので。万が一ということもある。早々に探し出せ。はい。お殿様、お約束のものが手に入りましたんで。なんだ。こっちおいで。ようやく手に入ったか。はい、これからは御意のままに。その方には気の毒したな。取り壊しはやめにするのか。いえ、あれはあれ目論み通り。そんな。今夜中に取り壊し、明日には地ならしにかかってお殿様のご在番中に大工も入れてしまう手はずになっておりますんで。田島屋さん、それじゃ約束が違います。何にも約束をした覚えはないよ。離して、私は帰らせてもらうのです。お奉行様のご寵愛を受ければ女としてこの上ない幸せだよ。どうあがいたってこのお屋敷を抜け出せやしないんだ。ではどうぞ。死んだら長屋だ。今夜中にぶっ潰す。今のうちに立ち退きの支度でもしとけ。何を言いやがる。こうなりゃこっちだって腹をくくってやる。潰せるもんなら潰してみろ。私うちの中にこもって出はしないから。何よこの山。やめろ。本当に出ねえんだな。いいだろ、家ごとてめえもぶっ潰してやる。早いとこ片付けろ。しっかりおしよう。手を貸しとくれ。大丈夫かい。下がっておれ。はい。どうだ、覚悟はできたか。何も怖がることはない。あまり良いご趣味とは言えませんな。貴様。安太郎さん。お菊さんは私がいただいて帰る。なり。声を立てても来ませんよ。あなたが遠ざけたのだから。いずれ改めて参上するつもりです。お菊ちゃん。
ボンボロのくせに骨を折らしやがる。これで一つ片付いたよ。親方、親方、長屋のやつ見たら動きませんぜ。何、二三軒叩き潰しは逃げ出し。親方、あれは決死先にやらねえで誰がやるんだ。え、検事。おい、私がですか。はい、ありよいよ。急に静かになって。変だね。あ、お菊ちゃん。お菊ちゃん、みんな無事だったの。やつらどうした。それがさっぱりわからないんだよ。おい、誰もいない。いや、まだ油断はできん。お、みんな、お菊ちゃんを頼む。はいよ。行かないでくれよ。まだやらなくちゃならないことがあるんだ。お菊ちゃん。大吉さん。どうして。安太郎さんが。安さんが。まだ寝ないのか。お化けが帰ってきたんだよ。俺が好きだってさ。バカ、早く寝ろ。寝ないと本当にお化けが出るぞ。もう出てるよ。ほらほら、来た来た来た。よせよせ、くすぐったい。くすぐったい。困ったやつだ。旦那ですか。何をしてるんです、こんなところで。お前こそどうしたんだ。出たんですよ。何が。お化け。お化け。俺の方も出たよ。どこに。そこに。あれ、今までいたのに。バカなくせに人あり。なんて言った。別に。
お前とこはどんなお化けだった？それが目も鼻もにのっぺらぼうなんですよ。のっぺらのっぺら、こんな顔かい？どうしたんだそのざまは。お化け。お化けだ。お前さんまでがそんなグリはつかないこと。嘘じゃありません。この目ではっきり見たんですから。どんな顔だ。それがよしましょう。はっきり言ってみなさい。言えばまた旦那の顔が。何をバカなこと言ってんだ。旦那、これは百物語にまじないをしなかったたたりですよ。きっとたたりなんてもんがあるかい。本当に出たんです。妊婦たちはみんな逃げちまったし。そう思った。藤兵衛さんはどうなってる。よし、私が見届けてやろう。旦那。ババアだ。いけねえ。旦那、ここ。なんだ。ジンベエをやった。何？あすか。旦那。申すのに手を引くとは何事だ。
その方が用立てた一万両の金は日光御修復を授かった若年より本庄秋の神殿に差し上げてある。御修復が無事果たされれば秋殿はご老中だ。その右にはわしを若年よりにご推挙くださることになっておる。証拠を見せてやる。秋殿と取り交わした覚書だ。まさら後には引けん。今日までの恩義を忘れたのか。貴様この無前の念願を水縄にしようというのか。黙っていてはわからん。顔を上げろ。上げるか。こうでございますか。
どうなさいました。殿！ユリナ、ユリナ！何をなさいます？おのれ、よけねえ！我欲が高じき逆上したと見えるな。ああ、熱い。丹来。貴様。正気に戻られたか。何者だ貴様、なぜ世につきまとう。無前の神、覚悟したがよいぞ。何？己の野望のために寺社奉行の職権を利用しての悪事の数々、すでに大目付よりご老中にお届け済みだ。やっぱり貴様大目付組した菅井彦九郎。無前の神もはや逃れられぬ。両佐西中には救命のご使者を受けられるだろう。では。
り死んでいたのか。どうして？この世には人知で測れぬ不思議なこともあるもんだな。